知ることでゲームはもっと楽しくなる。どうも皆さんこんにちは、キンタンです。フォールアウト世界の解説動画を作っております。よろしくお願いいたします。というわけで今回の解説で取り扱うのはボルトボーイの元ネタや関連作品です。前回までの解説ではボルトボーイがいかにフォールアウトにおいて重要なキャラクターであるかをお伝えしましたが、今回はそんなボルトボーイがどのように生まれたのか、フォールアウト以外でどのように扱われたのかをお伝えしていきます。グッズ紹介もありますのでぜひお楽しみに。それでは早速始めていきましょう。ボルトボーイ徹底解説最終章、世界をまたぐマスコットキャラクター。ではまずはボルトボーイの元ネタについて。他の全ての要素と同じくボルトボーイにも元ネタは存在しており、デザインの際に参考にされたのはかの有名なボードゲームモノポリーに登場するミスターモノポリー、通称モノポリーおじさんです。モノポリーは1935年にアメリカで発売されたボードゲームで、世界各国で2億5000万個も売れた超有名タイトルです。プレイしたことがある人もいるかもしれません。こちらはサイコロを振ってボードを周回しつつ、不動産や土地を使って資産を増やし、ライバルを破産させるのが目的のゲームで、戦略や知力、サイコロの運も必要な誰もが夢中になるボードゲームでした。モノポリーはもともと地主を教育するために作られたと言われており、1903年にエリザベス・マギーが制作したボードゲームザ・ランドローズゲームがベースとなっています。そしてそれをチャールズ・B・ダローが改良したのがモノポリーです。当たり前に言っていますが、この2人がどんな人なのかは知りませんし、そこまで知る必要はありません。モノポリーは1973年から世界選手権まで始まり、今や誰もが知るボードゲームとなりました。通常版の他にもエレクトロニックバンキング版、映画版、アニメ版、スポーツ版まで様々なバリエーションがあります。そしてそんなモノポリーのマスコットキャラクターとして使われているのがモノポリーおじさん。本名はリッチアンクル・ペニーバックス。しかし彼を誰がいつデザインしたのかは今になっても分かっていません。ボルトボーイとモノポリーおじさんを並べてみると分かりますが、かなり違和感のない再現度で、いわゆるボルトボーイテイストのイラストのベースがモノポリーであることは一目瞭然です。そしてこれをフォールアウトのマスコットキャラクターとしてここまで発展させたクリエイターたちは本当にすごいです。ボルトボーイの初期のデザインを担当したのはレオナルド・ボエルスキー、ジョージ・アーモンド、トラメル・レイ・アイザックの3人。流れとしてはレオナルドがモノポリーおじさんを参考に初期デザインを描き、ジョージがデザインのテストを重ね、最終的にはトラメルが完成させたとのこと。なので第1章の最後にお見せした初期イラストを描いたのはレオナルドです。実際にフォールアウトとコラボしたモノポリーも発売されており、フォールアウト以外にも膨大な数のゲーム作品やアニメ作品など、ありえない量のコラボ商品があります。それではモノポリーついでに関連グッズについても見ていきましょう。ボルトボーイはフォールアウトの象徴的存在であるがゆえ、そのグッズの数もかなり膨大です。作中でも有名なボブルヘッドはもちろん、多数のフィギュア、ピンバッジ、ステッカー、キーホルダー、マグカップ、トランプ、 T シャツ、靴下、腕時計、目覚まし時計、コントローラースタンドから低反発クッションまで、逆に何がグッズになっていないのかわからないくらいに多彩です。2019年にはアメリカのゲーミングパーツメーカー NZXT からミドルタワーケース H500 のボルトボーイコラボモデル H500 ボルトボーイが国内向けに発売。どでかくボルトボーイが書かれただけの青い箱が2万円というのは私からすれば考えられませんが、全世界で仙台だけの限定生産で
現状のアマゾンでは8万円くらいで販売されています。アホです。また2020年には有名なゲーミングチェアブランドノーブルチェアーズからもコラボモデルのヒーローホールアウトボルトテックエディションが発売され、当時の価格は税込み69,800円、現在のアマゾンでの価格は277,408円。バカです。ただこれらの情報から最近でも積極的にコラボアイテムが作られていたことがわかります。フォールアウト76が継続中とはいえ、これはなかなか喜ばしいことですね。そしてもちろんボルトボーイはしっかりと商標登録がされており、フォールアウト4が発売する約半年前2015年の6月3日にベセスダソフトワークスによって商標登録が届けられており、もちろん現在も有効です。こちらもかつては携帯型デバイスと混同されたのか、最初はピップボーイという名称での登録でしたが、いつの間にか修正されていたようです。ボルトボーイは他作品とのコラボという点でもかなりの数が確認されています。その名を知らない人はいない有名タイトルマインクラフトでは、主人公の着せ替えスキンとしてボルトボーイが登場。どういった経緯で実装されたかは定かではありませんが、どう見てもボルトボーイです。巨大惑星衝突により変わり果てた世界を舞台にした作品レイジではアイテムとしてボブルヘッドが登場。作中では回収して150ドルで売ることができますが、それ以外の効果はありません。火星の軍事企業 UAC に所属する宇宙海兵隊員の生き残りとして迫り来る地獄の悪魔と戦う DOOM では、ゲーム内の収集アイテム DOOM ガイの一つとしてボルトガイが登場。ヘルメットでよく見えませんが、この内側にはあのニヤケ顔のボルトボーイがいるに違いありません。狂気の世界を冒険するサイコブレイク2では、収集要素の一つとなる奇妙なオブジェとして登場。まんまボブルヘッドです。またこの作品では他にもエルダースクロールズオンラインのロゴオブジェやプレイに登場するタロスワンのマグカップなどが登場。関連作品のほとんどのコラボアイテムが存在します。ちなみにドゥームでもいろいろと登場しているようです。ロケットカーを操作して様々なスポーツ競技を行うロケットリーグではアンテナのカスタムアイテムとして登場。アンテナの先っちょにボルトボーイがくっついているだけですが、好きな人にはたまらないアクセサリーです。こちらはフォールアウト4とのコラボレーションとして2015年に実装されました。そしてなんとあの任天堂の大人気タイトルスマッシュブラザーズにもボルトボーイが登場しています。こちらは大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルにて2020年6月に配信されたバージョン 8.0 で、その追加項目の一つとしてエイリアンブラスターを装備したボルトボーイが着ぐるみとして追加されています。ですが任天堂にボルトボーイが登場するのは異例中の異例と言えるでしょう。皆さんもご存知の通り、任天堂は健全で楽しいゲームをテーマとして活動していますが、ボルトボーイはその外見以外健全な要素は全くありません。時には物を盗み、敵をバラバラに切り刻み、死体すら食べるにもかかわらず登場したのは奇跡としか言いようがありません。任天堂作品に登場すること自体がタチの悪いブラックジョークと言えます。そしてこのタチの悪いブラックジョークこそがボルトボーイを構成する全てであると言えるでしょう。というわけでボルトボーイ徹底解説最終章は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。